はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もですね、アマゾン発注のね、中国発送のね、品物が届きましたんでね、ご紹介したいと思いますね。今回は12日目でね、到着いたしました。でね、何を買ったかと申しますとね、これ内視鏡ですね。最近こういうのもね、かなりこうお安くなったんでね、ついついポチッとしてしまいましたね。というのでね、購入金額がね、856円ですね。でね、まあ、性能といたしましてはね、解像度が 640×480、7ミリヘッダーの2メーターですね。防水になってまして、6個LED がついてるらしいですね。焦点がね、4センチ、視野角が67度。言うんでね、商品の説明でね、壊れた部品の診断をするのに役に立ちます言うとね、それはいいんですけどね、治療にも使用することができるって書いてますね。まあ度胸のある方はね、胃カメラとしてね、役に立つんじゃないかなと思いますけどね。というのでちょっとセット内容を見ていきましょうかね。これね、ちょっと商品のね、この外箱がね、なんかサイトに映ってたのとちょっと違うんでね、ここになんか点検口みたいなアクリルのね、透明な窓口があってね、そこから中が覗き込めるようなね、外箱だったんですけど、これはもう普通のこの缶ですね。アルミでも何でもないですね。なんかこれ磁石がね、付属してたんで、これがひっつくんで、これ普通の鉄ですね。でね、内容はね、これケーブルですね。とりあえずこれがね、2メーターですね。よいしょ。これがヘッドになりますね。これね、もう、本当にこれ小さいですね。昔はもうカメラってこんなんをね、もうの、なんか、飲まされてね、まあ本当見た時にはね、こんなん飲むんかいみたいなね、感じの胃カメラやったんですけどね、これだったらね、ちょっと本当に苦痛なくね、冗談抜きでね、飲めるんじゃないかというね。太さになりましたね。で、あとこれが多分ね、 LED のね、調整だと思うんですね、明るいのね。で、あと USB、 普通のね、 USB の端子ですね、これね。で、あとまあこれは先につけたこのなんか鏡みたいなやつとね、これをなんか磁石みたいなのとこう引っ掛けるツールみたいなね、これ多分先にね、これつけて使用するんだと思うんですけどね。あとインストール用のディスクですね。これ Windows 用やろうと思うんですけどね。まあソフトがついてるのかな。あとは取扱いね、説明書いう形でね、例によって中国語、あ、こっち英語やからこっちやったらなんとかね、わかるかなと思いますけどね。まあセット内容がね、以上になりますね。ちょっとヘッドがね、ちょっと7ミリと書かれたんでね、10ミリだったらね、ちょっとアマゾンのサイトでもね、結構安いやつ出てるんですけど、7ミリはね、ちょっとまだ高かったんで、こちらの方で購入しました。もう7ミリですね。まあ本当に小さくてね、安くなりましてね、こういう類もね。というんでね、また後で一応ね、ちょっと動作確認したいと思いますね。以上はこれになります。ありがとうございました。失礼します。